はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。売りなら、丸なら様、猛禄じじい様、義士官伝様、桃 T 様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金、まあ、選挙ですか、に使わせていただきたいと思います。幸子様、ポスティングボランティアありがとうございます。なるべく早く送らせていただきますんでよろしくお願いいたします。議論、今回の参院選は立憲と共産にお灸を据えるってことでいいのかというスレッドが立っておりました。ネットの意見です。社民党も追加でお灸じゃなくて内首レベルで潰さないと。立憲と共産は基本消滅で、お灸というよりとどめを刺してあげる感じかな。立憲は連合が見限った前回の衆院選から終わっている。だいぶ減らしたんですよね。140が90何人になっちゃった気がした。140っていうのが多すぎんだよね。衆院で140もいるなんてさ。立憲支持のメディアは維新を叩きまくるだろうな。まあ、目下の敵が、野党で一番大きい地位を脅かしている維新ですから、まあまあテレビ新聞は維新の不祥事なんかは見逃さないでしょうね。TBS 社員のウクライナ難民女性に、賛否を迫ったって話はどこ行っちゃったんだろうな。選挙のたびにお灸据えられているだろう。立憲共産社民令和は日本のがん、代弁はしっかり流さないとありましたね、そんな事件ね。試験ですけど、まあ日本は超個体である、一つの生き物であると考えるならですね、立憲と共産は自分の細胞でありながら土地狂っちゃったがん細胞、まあ外国人なら別ですけど、純粋な日本人で立憲とか共産やってるやつは、まあ土地狂っちゃったんですよね。がんを除去する力は手術、放射線、抗がん剤と、なるんですけれども、まあ抗がん剤が日頃の批判、立憲や共産、立憲が何か言ったら必ず語尾にブリブリってつけるとか、そういうことが抗がん剤とすればですね、まあ手術は選挙なんでしょうかね、ごっそり削れますもんね。立憲も共産も土地狂った鉄板支持者が一定数いるので、こいつらがそもそものがん細胞と言えなくもないな。で、表に出てんのが議員でさ、完全除去は難しそうですけど、まあまあ鉄板支持者は若返りしないという特徴がありますね。自然減は続くと思います。若返りしない理由は言ってることがおかしいから若者が参加してくれないっていうですね、言ってることがおかしいから。土地狂った支持者にだけ通じる言葉で話すから、本当にね、言語は違うな。豊島区議会で共産党とやり合った時感じたんですけど、言語が違うな、いちいちな。この人ら、俺が知ってる日本語喋ってねえなっていうのがよくわかりました。前回の6枠ある東京の結果はですね、自民に、立憲に、公明1、共産1、綺麗に分け合ってしまいました。さて今回はどうなっかってことなんですけど、立憲はね、増やすことを諦めて、2議席維持を目指して、まあ、蓮舫と松尾って人2名擁立いたしました。自民も同様に2名、朝日さんっていうすっげー背高いスポーツマンと生稲さんですね。公明1、共産1立てました。山添と竹谷さんって言ったかな、公明はな。令和は山本太郎自ら出馬であります。共産と共倒れ期待、票を分け合っちゃって被っちゃって、前の6年前の選挙は山添に共産票が
集中したんですけれども、まあまあ、二択制、第二共産党で山本太郎出ますから、分け合っちゃって、共倒れしねえかな、山添確かね、50何万票取ってたんですけど、まあまあ、令和、山本太郎に30万票ぐらい持ってかれて、どっちも落ちるといいな。その他に、トファも出しております。維新も1、女性ですね。幸福1、国盛1、参政党1、N 党が5人出してんのが意味全然わかんないですけど、よっぽど供託金募集されたいのかな、全然意味わかんないな、議論、テレビのせいで、イメージが悪くなった、単語、例、忖度、他人の立場や気持ちを思いやることなんだけど、そうでな、はなくなっちゃった、多様性、特定の価値観以外を攻撃する理由になっていると。ネットの意見であります。イメージが悪い単語、市民、あはははは、共闘、立憲主義、男女平等、貧困調査、これはイメージ悪いな。リベラル、ポリコレ、ミートゥー、まあ元々の意味は、そんな悪い意味じゃないですよね、これね。技能実習制度、左翼がよく使う単語、全般、意識高い、なんか意識高い、今は、なんかしゃらくせえみたいな意味に使われてますよね。多様性をよく使うやつほど、強要で不寛容なのは、なんで？まあ連中が許すのは、たった一つの価値観で、多様性と言いつつね。例えば、フェミなんかだと、バリバリ働いてる女性。恋愛して結婚して出産して専業主婦やってる女性なんかは憎んでます。フェミはね、多様性で多様性じゃなくなるの草と。試験ですけど、友愛とかもイメージ悪いよね。生活が第一、これ小沢が言ってたらな。何よりも命、今共産言ってます。何よりも人民軍の命じゃねえのかなって思ってますけど、多様性の統一とかも共産党言ってました。なんじゃそれって。なんじゃそれ。結局おめえらが良しとする価値観しか認めねえじゃねえか、いうようなツッコミ入っておりましたけど、左翼のスローガン全般にうさんくさいっすよね。男女平等を歌ってですね、ランドセルを紺一色にしちゃった高萩氏なんて例もありますし、平等って実現不可能な概念なんじゃないかなって思ってきました。男女が平たく等しくなんか到底ならねえもんね。体の作りから脳みそからね。男女同権とか男女公平だったら実現可能ですけど、平等は無理っしょ。平等は平たく等しくは、さらにとんでもねえ仕事できねえやつ、豊島区の議会事務局に一人いたんですけど、とんでもねえ、仕事できねえやつ、とんでもねえんだこれ。しかも甘えてんの。他から移ってきて2ヶ月経つのに、私移ってきたばっかりなので分かりませんとか言っちゃうの。いやそれ分かんねえだ場合は、分かってる人、連れてくるとかいうのが普通やないですか。何を開き直って言ってんだってちょっと、思いましたけれどもね。そういうね、仕事できねえやつと同じ給料なんてさ、普通に仕事できる人は嫌なんじゃない？こいつと同じ給料が、こんな仕事できねえ、バカがって言うんですね。実現不可能だから、いつまでもですね、念仏、マントラのように唱えられてて、ずっと食っていける活動家の餌なんじゃないか。そういうね、実現不可能なことをギャーギャー言ってるやつ。核兵器廃絶とか、世界平和、ね、到底実現しそうにないですよね。ずっと言ってられる実現しない概念が、平和活動家とか、まあ活動家の餌、食い物、食いぶち、じゃないか、って思ってきております。大阪住吉区で強盗事件発生。韓国人の金利博士、54歳。バッグを奪おうと、ママと2歳児が乗った自転車を転倒させ、怪我を負わせ、逮捕と。産経新聞ですね。ネットの反応。テレビ報道しない案件。
2歳児襲撃って鬼畜すぎるだろ、永住資格取り消して強制送還しろ。まああの金利広志がですね、永住資格持っていくかどうかは記事にはあの不明でしたけれども、外国人犯罪率高すぎ、追い出して再入国できんようにせんとダメだわ。大阪住吉区の日常、このままは韓国人が大嫌いになっただろうね。左翼フェミ、ミートゥー、だんまり。難民女性を毒牙にかけようとした TBS にもだんまり。わかりやすい。金利広志ってすげえ名前ですね。芸名じゃねえのこれって。これが通名じゃねえっていう。なんて読むか知んないですけど、キムなんとかだろうな、多分な。幼児の乗ったママチャリ狙うとか、鬼畜がっつーのね。ふざけてるよね。韓国政府はまあね、あの、日本人から盗んでいい、傷つけていい、殺していいって義務教育してますからね。ほんとなんで断行しねえんだろう。謎だ。竹島も取られて黙ってるっていうしね。なんで断行しねえんだ。なんで宣戦布告して竹島奪還しねえんだっていう話。被害者が弱者の場合、量刑重くなります。ましてや今回は子供2歳児。まあ乳児。乳児じゃないか。まあ幼児ですよね。なんでかっていうと、自分に危害を与える心配がないからです。これがですね、屈強な男性を襲ったりなんかすると、まあ、自分も怖かったんで、みたいな言い訳、立ちますけれども、2歳児だったら、自分が危害加えられるわけねえっしょ。だから、重くなります。幸い、強盗傷害事件の量刑は重いから、しばらく出てこれねえな、こいつはな。刑法240条、強盗が人を負傷させたときは、6年以上の懲役。向きまであるよーん。向きまであんだって。向きって言うと、まあ、普通30年。向きって言われちゃうと、30年経ったときに、こいつ出所させていいのかなっていうですね、審査があって、だいたい通らないって。で、無期って言われたら、今は、刑法が改正されてまして、まあ、一生、まあ、出れるとしても、70歳、80歳とかだそうであります。私はね、外国人が日本人に迷惑かけた犯罪はですね、国籍問わず、侵略とみなして量刑を重くすべきであるって思っております。まあ私がそういうの決められる立場だったらね、まあ有権者の過半数がそうだよなって思えばそうなりますから言い続けてはいきますけどね。まあ日本人なら懲役1年ぐらいだななんてとこは、外国人は5年だな10年とかね。だってさ、この場合は6年のとこは60年、でお願いいたします。頼んでもねえのに勝手に来て、超個体の一部である我々の親戚をですね傷つけてる連中なんだから、これを侵略行為と呼ばずして何なんだという話。テレビと左翼と評論家なんかはですね、差別社会のせいとか言い出しますけれども、犯人が外国人の場合はね、いや日本にはですね、北朝鮮と違って好きな国に移動していい自由があるんだけど、なんで実際に本当に差別されてるとしたら、なんで日本に好き好んでいるのか、おっきな謎であります。2歳児が襲われてもですね、フェミもミートゥーも人権活動家、人権弁護士も日本弁護士会も子供を支援する団体もだんまり、もちろんテレビもね。こいつらまとめて日本のガンですんで、こういう連中は土地狂った細胞や組織なんで、デトックスしないと、解毒しないとね。デプリードマンかな。デプリードマンっていうのは傷んだ部分だけじゃなくて、その周りもですねえぐり取ってですね、例えば傷を負ったと、でその周りも青くなっちゃってる、青いとこも取っちゃうんですよ。なぜならその青いとこと青いとこ縫い合わせてもくっつかねえから。なもんで大きくえぐって健康なとこ、どうしよう縫い合わせるっていうのを
デプリードマンって言うんですけどね。まあまあ、大きくえぐっとかないとダメだな、こいつらな。って、思っております。引き続き、ご支援。ポスティングボランティア様。あさってぐらいまで募集かな。期日間に合いませんので。メール党員様も大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。